皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語続きやっていきたいと思います。夏場所の後半戦に入りますね。では参りたいと思います。9日目からになります。現在4勝4敗ですね。七条さんは、さあ五条さんは今日は荒富士さんと当たります。さあ高杉さん、昨日は痛恨の追い込んでからの、叩き込みを食らってしまいました。今日は百鬼丸さんと、六条さんは水戸新山さん、この成績残せそうやね。で万寿寺さんと松原さん同門対決となります。七条さんは八郎方さんですね。お相手は7勝1敗。六条さん勝ち越しかかってます。8連敗中、水戸新山さんとの一番。もうちょっとね、水戸泉さんモデルにしてるんやったらね、水戸新山さんももうちょっと強くてもいいような気するんだけどね。六条さんここで勝ちました。勝ち越し8勝1敗。五条さんですね、荒富士さんとの一番になります。お相手は現在7勝1敗。じわじわ来る。たまらずここで押し返す五条さん。しかしまた荒富士さんの寄りが入る。けたぐりを発動したい。上手投げはこらえた。さあ真ん中戻したぞ。しかしずっと荒富士さんがマーショットってる状態。寄りが2つ返せない、返せない、なんとか返す。押し 1個返した。さあついて真ん中戻して、まだアドバンテージは奪えない。また荒富士さんが寄ってくる。2つ入った。1つ押し返すのが限界。さあこれ2つ入るとピンチ。さあここでやっとアドバンテージ。叩き込みをこらえて、さあ追い込めるか。けたぐりはなかなか発動しない。追い込んだ。そして押し出し、逆転勝ち、9連勝。松原さんは関脇の万寿寺さんとの同門対決ですね。松原さんが現在8連勝中、万寿寺さんが7勝1敗。ここは得意の上手投げを逆に松原さんが決めた。高杉さん勝ち越しかかってます。関脇百鬼丸さん、お相手は4勝4敗。さあ関脇小結が、負け越すと結構波乱の場所になりそうなね、後半戦となっております。高杉さんここはじわっと土俵際追い込んだ。そして外掛け足技で勝ちました。8勝1敗。八重野さん、なんと川龍さんにも負けて4敗目。絞るのはまだ早いぞ。で六条さん勝ち越して、七条さんは桁繰りで敗れると。上位陣荒れてまいりました。八重野さんも4敗目でね、5勝4敗で、氷川さんでも取り戻してきたね。三役で負け越しそうなのは百鬼丸さんか。で瀬戸錦さんもまだね、みんな当たってないから全勝キープしたままという状態ですね。では10日目いきましょう。さあ五条さんがその瀬戸錦さんと10日目で当たります。高杉さんは岩戸川さんと、六条さんはもう だいぶ楽ですね。あと下と当たるだけですもんね。松原さんは氷川さん。4勝5敗同士になりました。七条さんと若清水さん。六条さんは今日は若しぐれさんとですね。お相手は6勝3敗。
万人さん勝ち越しかかっております。お相手は朝の方さん、現在お相手は6勝3敗。さあ突きで追い込んだ。ここからどういく。押し出しました。万十字さん2敗をキープしたままここで勝ち越し。全勝同士の一番、五条さんと関脇瀬戸錦さん。残ったこれや。さあいきなり足技でね仕掛けてきました瀬戸錦さん。まず動いたのは五条さんの突きから、そしてもろ差し寄り。さあここで追い込んでたまらず瀬戸錦さんを押し返す。さあ再び追い込む、そして寄り切り、もろ差し決まりました。五条さんが10連勝。さあこちらも全勝中の松原さん、今日は小結び氷川さん。氷川さんは現在6勝3敗。さあ張り手を使った後五条、松原さん押しが2つ、首投げをこらえて。より一個返されましたけどね。また土俵際一歩手前に詰め寄る氷川さん、結構寄りが決まる。さあ押し2つと入れてここで追い込む、そして氷川さん粘る。松原さんもう一度追い込んで今度は寄り切り。松原さんも10連勝。高辻さん7勝2敗好調の岩戸川さん、さあ最初つまずきましたけどね、岩戸川さんも気づけば7勝目。氷川さんと一緒に復調してきた2人ですけど、さあまずは高辻さんのもろ差し、そして突きで2つ、上手出し投げ狙われてました。高辻さんここで2敗目。ガリュウさん、荒藤さんもやっぱり下と当たってるから負けないですね。で六条さんが今日は桁振り勝ち、七条さんは敗れましたね。十日終了、全勝はこれで松原さん五条さんの、本命の2人になりましたね。で高辻さんが8勝2敗、万事さんも8勝2敗で両大関ね、長いこといる両大関ガリュウさん荒藤さんも8勝2敗で勝ち越しましたね。で2番手チームは瀬戸錦さんが9勝1敗でね、いる状態ですね。で岩戸さんも8勝2敗でここで勝ち越しと。まあ万事さん高辻さんはまあこんなもんかなと。で下位は、6勝もいないの、ああ日馬さんが6勝してるか。重量は沖野桜さんまだ負けません、全勝をキープ。六条さん9勝1敗、七条さん4勝6敗という状態ですね。さあ七条さんがちょっとね惜しい火がついてきた状態でしょうか。11日目参りたいと思います。さあ五条さんが氷川さんですね。今日は高辻さんは塩野美さん、六条さんは誉さんとですね、万事さん下と当たります。松原さんは、まずここで一個つまずいた瀬戸錦さんと、七条さんは2勝さんですね。お相手は2勝8敗。六条さん朝日誉さんとですね、お相手は6勝4敗。万十字さんは陸錦さん、お相手は1勝9敗、あ入っちゃったねこれ、ごめんなさい。で五条さんが氷川さん、お相手は現在6勝4敗。さあ氷川さんもまだ分かりません、これこのまま全部いけば負け越してしまう可能性もねありますからね。首投げこらえた、これをこらえるはなんとか2つ目もこらえる、桁打った、ここで得意技、五条さん11連勝。さということになると松原さんも負けてられません。瀬戸錦さん、お相手は9勝1敗。アクティブに動いてくるのは瀬戸錦さん、しかしまだ動きはない。
さあここで寄りが入って、まず松原さんが先手を打つ、そして押しで2つ目。さあ土俵際ここで一気に追い込んで突き2つ決めました。突き出し11連勝。高辻さんは小結び塩野美さん、お相手挙げて7勝3敗ですね。爪が甘いね高辻さんはね。荒口さんも勝てる一番を落としてるしね、岩戸川さんもこう行こうとした時にね出し投げ食らってましたからね。おお、また救おうとする。さあなかなか土俵際から決めれない高瀬さん、ようやくもろ差し入りました。今日は勝ちました。岩戸川さんとね、いや、エヌミさんもまともにやればやっぱり岩戸川さん勝つんですけどね。マジさんもきっちり勝ってる。六条さん、あ、敗れた。で、七条さん敗れて、これで7敗目ですね。ということで、2番手チームからこれで瀬戸錦さんも脱落して、11連勝の2人がこれで、トップリーダーですね。八重野美さんも勝ち越しまであと1つ。百鬼丸さんが、まだでもね、6勝5敗ですから、勝ちが1個リードの状態か。では、12日目参りましょう。まあ大関ね、五条さん正大関ですから、明日か明後日に当たるのか、ま松原さんのね、順番的に言ったら明後日か。4勝の長い同士ですね、七条さんと一ノ倉さん、負け越しが両方ともかかってます。さあここは一ノ倉さんが2つ入って七条さんたまらず押し返す。また一ノ倉さんのもろ差し、あ、追い込まれた七条さん、返せません、より倒し。七条さんここで負け越し。六条さんは沖津波さん、お相手は3勝8敗、これはパスします。まんじゅうさんは坂東翔さん、お相手は3勝8敗。五条さん、今日は小結の塩野美さん、お相手は現在7勝4敗ですね。瞬殺桁繰り久々に決まりました。五条さん12連勝ということは松原さん負けてられません。しかし大物食いをしてます岩戸川さん、お相手は現在8勝3敗。松原さん一気に押し立てて2つ入った。ついてここで追い込んで最後は寄り切り。松原さんも負けません。高杉さん、氷川さんですね、お相手は6勝5敗。さあこれが勝てば氷川さんちょっと押しに火がつく状態になる。まあ、さあ2つね先に押して先手入れましたけどね、高辻さん、ここで氷川さんが1個入り返す。しかしまた今度は高辻さん次が今度は2つ追い込んだ。ケタグリー氷川さん超えて6勝6敗か。百鬼丸さん、あ、敗れてるね。百鬼丸さんもこれでピンチになるのか。6勝6敗のタイになるからね。八重野美さん勝ち越しましたね。瀬戸錦式さんに勝ちましたね。で、六条さん勝って、七条さんは残念ながら負け越しと。12日目終了。前哨は松原さん、五条さんの2人変わらずで、2番手チームは10勝2敗の3人ですね。高辻さん、我龍さん、万十字さん、あ、ごめんなさい、4人だ。アロフジさん含めてね。で、八重野美さん、なんとか勝ち越して8勝4敗。で、気になるのは、百鬼丸さんと氷川さん、これで6勝6敗のタイに、ね、なっちゃいましたね。
千代の海さんが現在7勝5敗で、前頭筆頭の照見山さんも前半はやっぱりね巻き込んでましたけど、気づけばここで勝ち越し。回は、まあ、かげろうさんはともかくとして、ヒューマさんが勝ち越しそうですね。7勝5敗で、浅野方さんも、誰かに勝てない、焼き丸さんに勝てたんだということで7勝5敗になりましたね。重量、沖野桜さん、なんと全勝から2連敗してここで10勝2敗ということで、10勝2敗チームで1、2、3、4、5に並びました。七条さんは4勝8敗という状態ですね。負け越しが決まってしまいました。では13日目いきましょう。あ、それラオウさん出てたんや全然感じなかった、ごめんねラオウさん。で五条さんと高辻さんですね、やっぱり。で、五条さんは明日松原さんだけど、高辻さんにまず勝っとかないとね。で万次さんがねガリュウさんでしたね。で松原さんと八重沼さん、これは分かんない。七条さんはラオさん、お相手は3勝9敗。六条さんとアラハグロさんですね、お相手は、10勝2敗同士の一番ですね。こちらも10勝2敗同士、万次さんと大関ガリュウさん。うわー、最近これが多いね、ガリュウさんの瞬殺を当て投げね。で松原さん、大関八重の海さんとの一番。八重の海さんはね、今場所は結構負けが込んでます。4敗しておりますね。8勝4敗、調子が悪いんだったら楽勝とまではいかないでしょうけどね、なんとか松原さんも仕留めたいところね。首投げ、松原さんの首投げ決まりました。高辻さん10勝2敗、五条さん12連勝中の同門対決。さあまずは五条さんの突きから動きました。で高辻さん下手投げは五条さんこらえて上手投げ、投げ連発、五条さん土がつきました。これで喜んだのは松原さん。百鬼丸さん敗れて、7敗目。氷川さんは逆に勝ちましたね。で六条さん勝った。で七条さんも、あ、ラオさんを押し出しましたね。さあこれでトップは松原さん、全勝をキープ。五条さん、高辻さんに敗れて痛いつまずきで12勝1敗になりました。でお尻に火がついたのは百鬼丸さん6勝7敗で、塩野見さん氷川さんもまだ分かりません。14日目参りましょう。そう、五条さんが松原さんと、松原さんに五条さんが勝てばまだ分かりません。高辻さんは八重野見さんと、万次さん、荒藤さんと当たりますね。13勝2敗でね、万次さんもある、勝ち越せば大関昇進あるんじゃないかなと思ってるんですけどね。さあ七条さんは門松さんですね、お相手は6勝7敗。さあこちらは12勝1敗同士、六条さんと秀湊さん、十両優勝がねちょっとかかってますね。万十字さん、11勝2敗の大関荒藤さんとの一番。ここは昨日の鬱憤を晴らすかのように一気に追い込んだ。押し出し、万十字さんの勝ち。荒藤さんを破りました。で松原さん全勝13連勝中、そして12勝1敗の五条さんの同門対決。先手は五条さん。松原さんの蹴殴り決まらず、五条さん一気について追い込んだ。しかし松原さん突き返す、2つ入った。
また桁繰り。相手の得意技で、ね、仕留めようとしている雰囲気がありますけどね。さあ松原さん逆転。すごい次の押収。さあ今度は松原さんが素早く動いてきた。五条さんまた戻した。粘る。ケタグリー決めたのは五条さん。これで全勝消えました。高杉さんは今日は8勝5敗。大関の八重の実さんと、高杉さんスロースタートやからな。一気に追い込まれた。と起死回生を取ったりは失敗。しかし1個返す。下手投げ。高杉さん土俵際で粘りました。ああ百鬼丸さん負け越しで、あと誰やったっけ、氷川さん勝ち越したね。逆にね、これもう一人誰だっけ、百鬼丸さんと氷川さんと、あ、塩の海さんだ。塩の海さんが敗れましたね。ああ、六条さん勝った。七条さんはしょうがないとして、14日目終了しました。これで再びトップに並びました。五条さん松原さんと13勝1敗、明日は横綱同士の一番。五条さんは八重の実さんを破らなければ厳しい状態となります。高杉さん松原さんもね、意外とこれねトントンなんですよね。で百鬼丸さんが負け越し、塩の海さんはまだ7勝7敗なので、瀬戸錦さんとの一番次第ですね。明日は多分ほぼほぼ上は横同士で当たるはずなんで、十両さあ12勝2敗チームで3人という状態ですね。で、七条さんは5勝9敗では、千秋楽参りましょう。五条さんが秀美奈さんと当たります。五条さんは八重の実さんと勝って横綱昇進なるかで、結びの一番はいつもの高辻さんと、松原さん。まんじゅうさん百鬼丸さんですね、千秋楽に当たる前までに負け越してしまいましたね。七条さんは秀美奈さん、お相手は11勝3敗。六条さんは高野山さんですね、お相手は2勝12敗。あー入っちゃった。まんじゅいさん百鬼丸さんですね、お相手は6勝8敗。さあ百鬼丸さんがここで負け越してしまいました。番付変動があれば陥落もしくは、張り出しにね落ちる可能性は出てきますけど、さあ突き出し、万事さんほぼストレート勝ち。五条さん8勝6敗八重の実さんとの一番。さあ八重の実さん今場所なんと2桁いきませんでした。さあ五条さん必死に入っていく。八重の実さん上手投げ、まず五条さんここで土ということで、結びの一番高辻さんが勝てば巴戦になります。ケタグリー松原さん優勝。大関同士の一番はもう一つはガリウスさんが敗れましたね。でまんじゅうさんは百鬼丸さんに勝ち、あ、塩の海さんも敗れました。これで負け越しが三役で2人。十両、おお、六条さん追い込まれたんやね、送り出し行くことは。で七条さん、千秋楽でここで、なんとか一つ勝ち星を拾いました。夏場所終了しました。高辻さん12勝3敗松原さん14勝1敗で優勝。五条さん13勝2敗。なんでここでカミカミになるんだ。で万寿寺さんが12勝3敗ですね。まあ2桁ね、まあ、12勝以上してれば全然 OK なんでね。で百鬼丸さん塩の海さんが三役では負け越し。
十両13勝2敗3人分けた形になりますね、六条さん、八郎潟さん、沖野桜さんとね、でもう一人七条さんは6勝9敗で今場所は終了という状態でした。優勝松村さん、技能賞テルミヤムさん、主君関東万十字さんでした。さあ番付変動あるでしょうか。エンディングカットして、上がれ、上がった、五条さん上がりました。で、あ、荒羽黒さんが引退だったんですね。まんじゅいさん上がれず残念。さあこれで、後半戦に入りますね。まずは親方能力、実績は3ですけども、10の9の10の10になりましたね。後援会結構減ったね。はい、横綱3人、大関0、関脇1人、小結0で十両に3人という状態ですね。では、松原さんで記録見ましょうか。16回目の優勝ね、ここ2場所はね、五条さんに持ってかれてましたからね。勝率もだいぶね、8割に近づいてきましたね。さあ気になる番付、松原さん、高辻さんが、東方、西方で、五条さんは東方の張り出しですね。で、先場所好成績だった荒藤さんと我龍さんが西大関、万十字さんは東方の成績分けのままで、百鬼丸さんやっぱ落ちましたね。で、あれ塩野美さんどこ行った、あれどこだ、あー前頭3枚目に落ちてる。テルミヤマさんが小結復活、十両、あー六条さんがついに十両ヒットまで上がってきましたね。で、再び花山さんと両替さんが上がってきたという状態ですね。あー鹿島おじさん入ったのかな、これ代わりに。水戸新山さん残念ながら消えちゃいましたね。巻き込まれました。はい、ということで、次回からまた今年度の後半戦に入って、六条さんは上半身の鍛錬を、まあ、どこまで伸ばせるかっていうね、ところになってきそうですね。では今場所、今回もねご視聴ありがとうございました。また、次回お楽しみにしておいてください。それではさよなら。